おこしやす三条名店街、本日は店あばりさんにやってきております。福井さん、お久しぶりです。お願いします。はい、お庭めちゃくちゃ綺麗ですね、今ね。一週間前に植木が来まして、植木さん来まして。そうなんですか。綺麗な状態です。とっても綺麗で、写真それまでは雑草だらけですけど、はい、あ、そうなんですね。じゃあ今写真を撮影するなら、はいはい、今が、はい、綺麗な状態です。おすすめですね、はい、めちゃくちゃ綺麗。緑がね、綺麗ですね、今ね。そうですね、はい、すごくいい感じの風景でございます、はいはいはい。そして最近のお客様はいかがでしょう。どういう方が来られることが多いですか。外人が多いですね、はいはい。やはり増えましたか。多いですね。コロナ前のお子さんが多いですね。そうなんですね。ちょっと残せ、ちょっと暇、一週間暇ですけどね。あ、少ない。そうなんですね。でも梅雨だし嫌がったのかな。ああ、確かに今やっぱ雨が降る時期ですもんね。うん、ちょっとこの一週間ぐらいはちょっと少ないですね。あ、そうなんですね。それまではわらわらしましたけどね。あ、もうゴールデンウィークとか大変だったんじゃないですか。たくさん来て。あれ、錦とか今すごいですね。錦とかね。あ、錦とか。そうですよね。たくさん本当にいろんな方が来られるから。あんな狭いところにね。いや、そうですね。本当に京都らしいっていう商店街ですもんね。でも、ね、いじましょうね、みんなね、もう、迂回していけない。通れへんしね。ですよ、あんまりさん。通れへんしね。で、外国の方はどういうものを購入されることが多いですか？まあ、ハリーもそうですけど、こういう携帯のセットとか、はい、お飾りの間違いとか。携帯のセット。はいはいはい。こう、どっから開くのか開かない、わからへんで、こういうの好きですね、こう。すごいカラクリなんか、あ、どっから開けるのかわからない。本当ですね。その木箱で蓋がついてて、はいはいはい、そこに木は湿気吸いますんで、針が長持ちいたします。錆びにくいです。あ、で、蓋の部分に待ち針じゃなくて、はい、針山が入ってるんですね、はいはいはい。で、そこに収納もできて、で、中にこんだけ、針、中にこんだけ、糸と針とハサミ、針とハサミ入ってます。あ、全部入って、で、詰めたらこんな感じです。すごい、そうですね。つなぎ目が分からなくて、すごく飾るのにもとっても。かわいい。まあ、ハサミ手伝いちょっと入れないしますけどね。あんまお金持ってます。あんま気にしないし。日本の人はどうしようかいな。高いな。気にしないね。確かに。すごく針を刺すところの柄もたくさんバリエーションがあって。こんな感じで。かわいい。柄が合わせて。かわいいですね。こんな感じで。これにハサミと針が入って、セットで。ちょっと、ハサミ手作りはいらないしますけど。4600円。あいさんは気にしない。はい、これ。日本人どうしようかな。でもすごくお土産としてもすごくいいですよね。日本人高いし、どうしようかな。まだこんなすぐは。ぜひ日本の方も。日本の方もぜひ買ってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。